さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、森森です。今回なんですけれども、今回はフォトショップでパースに着色する方法を紹介したいと思います。いつも僕がやっている2種類の方法を紹介していきたいと思うので、最後まで見ていってください。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今から着彩していきたいと思います。まず用意するものなんですけど、手書きのパースをスキャンしたものを用意してください。今回僕はちょっと手書きじゃないので、アーキカドから取ってきた線データを使ってやっていきます。そして線データレイヤーのその下には白の背景を用意してください。線データだけだと後ろは透明になってて分かりづらいので、白で塗りつぶした背景を用意してください。白背景の用意の仕方なんですけど、これはレイヤーってところから新規塗りつぶしレイヤーを選択していただいて、ベタ塗りっていうのを選びます。これですね。で、この時に色を左上の真っ白のところに持ってきてあげれば白の背景の出来上がりです。やった。今回はあらかじめ用意しているので、これはもういらないのでドラッグしてゴミ箱に捨てておきます。はい、ではこんな感じで今から着彩していきたいと思います。最初に2種類僕が着彩方法を使ってるよって言ってたんですけど、まず最初に紹介するのはこちらですね。塗りつぶしツールっていうのを使います。で、今回色のガイドラインとしてもともとあったツインモーションの画像を用意しているので、そこから色を取ってきて、さっきのこの線データこの画像に色を塗っていきます。で、元画像の方を用意して、ここから色を取ってくる方法なんですけど、この塗りつぶしツールを選択している状態で、例えば机を最初に塗ろうってなった時に、じゃあ机の部分で Mac の方はオプションキー、 Windows の方はオルトキーを押して押した状態でクリックします。すると、こういうスポイトのマークが出てきますよね。スポイトのマークが出ている状態でクリックすると、そこの場所の色を取ることができます。今回この茶色が取れたので、元画像の方を一旦この目のマークですね、レイヤーの表示非表示っていうので、これ目が出てる時が表示、目が出てない時が非表示なので非表示にして、線データのこの机の部分に塗っていきます。はい、どうですか。こんな感じでめちゃ簡単ですよね。上に乗っけていくだけなんで、ボン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 乗っけていって、色をつけていきます。ちょっと遠いところは寄ってあげたりとかしてつけていくといいかな。はい、こんな感じで机はすぐ塗れましたね。めちゃ簡単ですよね。次は柱塗っていこうと。で、柱の部分でさっきも言ったようにオプションかオルトキー押しながらクリックで、そこの色を取れます。ちょっと濃い茶色みたいな感じですね。で、また非表示にしてあげて、線データの方で塗っていくと、ポン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 と、こんな感じでめちゃ簡単ですね。はい、塗ることができました。こんな感じで結構すぐに塗れるんで、まあ時間もかからないですし、結構素早くできるかなと思います。はい、さっきは塗りつぶしツールだったんですけど、次はブラシツールっていうのを使ってやっていきます。ブラシツールですけど、ブラシツールはこれですね。こんな感じで今塗ってるやつですね。ペイントしていくものがブラシツールになります。一回塗ってみますね。こんな感じで上からブラシでなぞったみたいな感じ、モヤモヤってした感じで色塗りができるんですけど、じゃあこれで例えばちょっと水彩風みたいな感じで色塗りたいなとかで時に、このブラシを水彩風のブラシを取ってきてあげて、例えば、まあ、こういうこんな形のね、ちょっと水彩っぽいようなブラシでこれで塗っていこうと。で、全然ありやと思います、これも。なんですけど、でブラシツールだと、さっきみたいにこの選択範囲が決まってないので綺麗に塗ることができないんですよ。だから先に選択範囲を決めてあげてからブラシツールを使うと、これもまた綺麗に塗ることができます。じゃあ選択範囲の決め方なんですけど、今回はこの多角形ツールっていうのを使ってやっていきたいと思います。ここのこのカウンターの上部分ですね、ここの部分を選択して、その部分のこのちょっと白い色ですね、この薄い白い色で塗っていこうといった場合には、この画像で言うとこの部分を多角形選択ツールっていうのでクリックしてあげます。端っこ、じゃあこういう風に線が伸びるんで、この形に沿ってクリッククリックっていう風にやっていきますね。で、最後閉じてあげます。この部分だけは選択された状態になってます。この状態でブラシツールに切り替えてあげて、この上を塗っていくと。色は
ちょっと白い色だったんで、これを取ってきてあげて、白い色でこう塗っていくと。で、まあランダムに塗ってあげたりとか。で、これ他の場所を押しても塗れてないんですよ。ちゃんとこの選択範囲の部分だけ塗ることができるっていう。これが選択範囲を使ったものとブラシツールの併用で塗っていくやり方です。まあこんな感じです、見た目は。さっきのと比べると、ちょっと、ムラができるっていうか、さっきの塗りつぶしツールだと色が一色なんで全部同じ色でベタッと塗れたような感じなんですけど、ちょっとブラシツールとかでやってあげたらこんな感じにもできます。これも塗り方はもう全部一緒です。さっき言ったみたいに多角形選択ツールだけじゃないんですけど、多角形選択ツールで結構綺麗に塗ることができると思うんで、これ取ってあげて、例えばじゃあ机行くと、机もこうやってクリックしてあげて選択できた状態ですね。この点点点で、でこの選択した状態で、ブラシツールに切り替えますと。ブラシツールにしてあげて、色はこの茶色やったと。でこの茶色を塗っていくと。じゃあこんな感じでちょっとまたテイスト変わりますよね。っていうのがブラシツールでの塗り方です。で最後にさっきの塗りつぶしツール塗った完成図と、ちょっとよく見せるワンポイントを説明して終わりたいと思います。はい、ということで、まあこれ最後ね、塗りつぶしツールで塗っていったやつですね。塗るとこ多かったら時間かかるんですけど、まあ、それでもだいぶ早いです、まあ、これだけだと色がねちょっと一色でのっぺりしてるなーって場合も、最後上からねこのテクスチャーの画像をかけてあげることで見た目が結構変わります。これですね。でテクスチャーの元の画像っていうのはこういう、もう何でもいいんですけど、インターネットでテクスチャーって調べてあげたらいろいろ出てくるので、そっから自分のちょっとテイスト、今回やってみたいなって思うのを探してきて、それを上に持ってくると。一番上のレイヤーに持ってくる。その際に、ここですね。この上のところで、通常ってもともとなってるんですけど、通常だと、まあ、一番上のこのレイヤーしか見えないので、これをオーバーレイっていうのに変えてあげて、この質感だけ、この画像に載せてあげるっていうことができます。これだけでちょっと見た目も変わるかなと思うので、さっきののっぺりしたやつと、比較ですね。こんな感じで結構違います。であとは、まあ人いないんでちょっと人入れてあげません、ね、今回、まあ、ちょっとテイスト違うんですけど、まあ、この人を入れてあげることでも、まあ、若干パースっぽくなるかなと、まあ、手書きっていうよりは今回はちょっとデータを使ってるんで手書きっぽくは見えないですけど、手書きでやった人はかなり手書きっぽくなると思うので、よかったらこんな感じでやってみてください。はい、お疲れ様でした。まああんな感じでね、2種類あって、1つ目は塗りつぶしツールを使う方法ですね。塗りつぶしツールで、線の枠内に、ポンとクリックするだけでそこを全部一色決めることができるのが塗りつぶしツールです。2つ目は、選択範囲を自分で決めてあげて、そこにブラシでスススッと塗っていくような感じですね。どっちも僕、やったことあるんですけど、まあ、塗りやすい塗り方とか他にももしかしたらあるかもしれないですけど、まあんな感じでやっていくと結構早く塗れるのかなと思います。で全体をよく見せるポイントとしては、最後にテクスチャーを上から貼ってあげたりとか、人の点検入れるだけでも全然見え方が変わってくると思うので、まあ、遠近感とか大きさとかを決めてあげて、パース最後仕上げたらかっこよくなると思います。僕もまだまだ上手くないので、まあ、どんどん勉強して皆さんと共有して上手くなっていけたらなと思います。それではまたフォトショップの動画どんどんまた上げていきたいと思うので、まあ、チャンネル登録と、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。